もうこのね顔をギャラリープレイヤー以上にねギャラリーの顔を見ればどれだけみんな真剣かっていうね、もう掛け声が半端ねえ、マジ半端ねえ、などうしたんだお前、もう息死にがかかってるぐらいですね。ここの試合が今あそこのスクリーンにですね映ってるので、もうここの展開が今会場の雰囲気を作ってる。うわもうすごい半端ねえ半端ねえ、なんで彼ばっかりが応援されてんのか、あっちあっちの仲間がいないのかよくわかんない、よくわかんないけど我々にも何かアピールがされている。すごいぞここは。さあまだ気づいてないけど、実はこの対決、ニューヨークとカリフォルニア代表によるプライドとお金をかけた東西イースウェスト決戦。おお、ニューヨーカー若干アウェイな感じ。会場のムードはもうマーブルバーサスカップオンが作ってます。完全にあそこの、そんなこんなでちょっと離れた隙に東西対決の勝者が決定。我々もハリアゴーゴーボルゴーゴー。カリフォルニア対ニューヨークでまさに東と西の戦い、そこでもう西が勝ったということでね、カリフォルニア収益が上がって、もうこの大騒ぎですよ。ちょっと行ってみましょう。もう半端ない半端ない半端ないですね。見てください、もうこれです、もうこれです、よくやったよくやったぞ。ここ今モッシュピットみたいになってます。今ここはWell, that felt really good to beat him, you know? Guy just talks so much. I swear, I think I'm gonna cry because this is so emotional. I mean, fuck. When I have a situation like this, I really wanna cry. But oh, man. Woo! Fucking Steven! I wanna thank all my boys. North Cal, Northern California. I wanna thank all of them because if they didn't have my back. We get hyphy in this motherfucker. Exactly. If they didn't have my back. Okay. West Coast. They have my back. West Coast. West Coast. I love you all, man. I love you all. Okay, California! マジ半端ないですこれ。というわけですね、皆様いかがでしたでしょうか。エボ 2K7、 もうね、日本には攻撃という格闘のビッグイベントありますけれども、アメリカにもですねこういう、まあ、ちょっと一種の特定の、格闘技イベントがねあるということで知っていただけないでしょうか。ゲームもね、もうお伝えした通り日本人の有名プレイヤーもバンバン参戦してきてますし、やっぱりね、こう腕にね覚えのある方はもうこれを稼ぎにここに来るっていうのは非常に面白いと思います。もちろんですね、ただギャラリーをしに来るっていう意味でも、もう日本のゲームイベントも全然雰囲気違いますから、ラスベガス観光がてらにですねエボ来てみるのいいと思います。来年開催決定しておりますからね、あの興味ね持った方はぜひともエボ来年来てもらいたいと思います。それでは皆さん、また来年のエボでお会いしましょう。ちょっと待ってよ、まだ終わりじゃなくて始まりなんです。最終回はエボ会場とベガスで撮った、あまりっつうか残りっつうか、ラープとかガンとか、まあいろいろとねごちゃごちゃとカオティック、フォード鈴木のエボ2007のレポインラスベガス。ファイナル。はい、というわけでエボの会場でですね、女子高生を見つけてしまいました。ハロー。はい。What's your name? JJ です。もうね、ジュンジュンしちゃうってことで、JJ ってことらしいんですけども。Where did you get your safe from? I got it from Little Tokyo in downtown Los Angeles. Little Tokyo でこれ売ってんだ、病んでますね。これは、ゴーキ？ゴーキ。なんだこれ？What mean?It's a super. This. Wow. Hi, やばいです。ジョーダマです。ジョーダマ。Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Daphne. Just? Daphne. 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 My Japanese name is Hanechan.ハネちゃん、ジャパニーズネーム。というわけで、もう彼女非常にルックスもナイスな彼女ですね。Thank you. ありがとうございます。日本のアニメや漫画も好きですか？ Do you like Japanese anime? Yeah, some. Mostly video game characters though. Like, hey, video game. That would be you.
んピンボールに興じているんですけれども、このですねヴィンテージフリッパーコーナーの奥にはなんとヴィンテージビデオゲームコーナーもあってですね、このような少女がテトリスで遊んでございますけども、見てください、パンチアウト、そしてクレイジークライマーはアメリカ版はね、タイトーアメリカが入れてたんですね。これ新しい発見ですよ。これトロンのアップライト筐体、なんとここにねブラックライトが仕込んであって、ちょっとこのおかげでね今映りが変かもしれないですけど、ブラックライトがあって、ここは蛍光塗料でですねこう仕込んであって、こうパドルとスティックがあってって、もうなんてかっこいいのかと。このねブラックライトが光ってる感が今ビデオではねお伝えできないかもしれないんで、ぜひこれ気になった方もラスベガスに来てですね実際見てもらいたいと思うんですけども、デストロイオールデネミータンクス、すげえ音だ。ちょっと違うゲームやりましょう。エンターザ MCP コーン、気をつけてください皆さん、なかなか入れないですから。というわけでやってまいりました、こちらザ・ガンストアですね。まあ世の中ね、まあ、ゲームでもガンシューティングとか今いろいろ FPS とかいろいろこうバンバン打つのありますけれども、それを理解するためにもですねやっぱこういうとこ来て本物のちょっと鉄砲撃ってみようじゃないかというわけで来てみました。じゃあ早速ね中入ってみたいと思います。ガンショップというと我々日本ではちょっと緊張したんですけども、見てとる和やかな雰囲気で、もう彼ら明らかにこう映ることを意識してる。はい、というわけでここにですねまずハンドガンレンタル、20ドルで、20発ザラーってありますね。そしてこちらの方にはですねもうグリースガンなんて、ああいう古いガンとか同じ M16、MP5 もずらりと、フルオートからねショットガン、ハンドガン、もう彼がもうね映りたくてしょうがない。うちちょっとサイコな目つきになってますけど、ただもう全体的にはもうこの明るい雰囲気、お客さんもいっぱいいるという、これがね銃社会アメリカですよ皆さん。わお、というわけでこうやってまず渡したターゲットしてもらってる間にもうバンバン撃ってますね隣で。というわけでもういきなり流れ上打つことになりました、私エアガンで撃ってもらいますけど、実銃のブロック初めてでございます。さあ行ってみたいと思います。いやすげえな反応が。というわけでね、ここで、ツリーマガジン打ちましたけど、私ここしか狙ってなかったのにもうこの低たらく、もうねエアガンでねリコイルだなんだって言ってますけど、やっぱ実銃半端ないですよな。もうちょっとね赤くなってますからね。おー、フルオート半端ねえ、フルオート半端ねえ、マジで。わーお、いやーもう我々のですねコントローラー探しの旅もついに終着駅、見てください、完全にもうデスク型コントローラー、もうねイカれてますよこれ、これねまあスムースアサシン殺し屋ですよ殺し屋。そしてこう開けると、おーなるほど、ちゃんとヒンジがついて埋まってると。はい、でスクールデスク、スクールデスク、スクールデスクを改造したと。でこう X-Men のポスターがなんかこう貼って、あでもあのカチカチしてないですね、柔らかいタッチで全周回っちゃいましたから、割とこれで昇竜拳出すの難しいかもしれない。でもしあの地震が来たら、いやもう見てください、もうアステロイズですよ、もうブラウン管じゃないですかね、こうベクタースキャンモニターのゲーム、ここにはもう完璧な状態でね残ってるわけですよ。これですよ、だってスタートボタンが。
スラスト、スラスト。え、全部ボタン？超プレシスね。危ない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 。この発光感が伝わるでしょうか。このベクタースキャンのこの発光、危ない危ない。私これ100万円で買います。なんとここはどこかといえばラスベガス郊外のですね、超高級住宅街なんですけれども、だからあんまちょっと大きな声とか出せないんですけども、このですね商社な邸宅で何が行われるかというと、今回のですねイボレポートでコーディネーターを務めてくれたレイ君がですね最近ハマっているラープ、LARP ライブアクションロールプレイングというゲームがあるんだと。でその集まりがですね、今日ここであるから見に来ないかということで、我々急遽ですねそのラープ、謎のラープを取材しに来たんですけれども、だよコアゲーマーたちがルームシェアしたそのこの家で行われる大流行中のゲームラープの集いに潜入取材。こちらが玄関です。玄関もでかい、ロックは厳重ですけど。ういっす。おー出ました、レイ君。レイ君ちょっと昼間と格好違うんじゃないの。なぜファッション変わった。そう、もちろん僕はスマートファッションのプレイヤーゲームプレイヤー。ベリーチープだよこれ。もちろんじゃあレイ君がですね今日我々に日本で初めてラープを紹介してくるということなんで、早速ね中入ってみたいと思います。というわけですね、こう玄関入ってまずいきなりですよ、ここはホールなのにこう PC がズドンと2モニター、そして向こうにもあって向こうにもあって PC がいきなり4台。これやっぱみんなも PC 大好き。はい、はい、みんなアメリカにみんなは PC ゲームを、うん、PC ゲーム大好き。まあね、この家バカでかいっていうのはまあいわゆる何ですか、まあお金持ちで住む家なんですけれども、一応何人かでルームシェアしているということで暮らしているんですが、まあそうなるとですねリビングルームもこのようにですね、でかい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 、体にはでかいリビング必要っていうね。いろいろのゲーム機、ゲーム機ちょっと見てください。ちょっとこちら、これサムスンの HDTV に PC、ゲーム機もいろいろ、 Wii もありますけど Wii、Xbox などがもうドカーンとつながってると。さらに後ろ向くとドンですからね、ソファーが 1,2,3,4 ね、ソファーが7つぐらいあるという。ラープのメンバーが揃うまで家中を物色しまくるポーノさん。皆様、意気揚々と乗り込んだ全く新しいスタイルのゲームだと思っていたラープ、ライブアクションロールプレイングなんですけども、なかなかスタートしなくてですね、私リビングのソファーでうとうとトランスフォーマーを見ながらですねうとうとしていたところ、ディレクターはもうラープ始まっていますよと、おやおやと思っていたんですが、まあいろいろ端折って言いますと、これがラープです。皆さんいいですか、もう一度言いますよ。ライブアクションロールプレイングはこの状態です。つまりライブアクションロールプレイング、役割を生で演じる、つまりコスチュームプレイをして、彼らは私はこういうこれこれこういう設定こういう格好してるのというのをお互い話して認めて、そういうコミュニティを作るというのはラープである。あれは決して、インチキラッパーが女性をナンパしているのではありません。あれはラープなんです。いいですか皆さん、これは絶対日本で流行りません。最後に独占入手した EVE2007 Street Fighter 3 The Strike 決勝戦の模様で、はい、お別れです。決勝進出をなんと先月後で試合に答えてくれたヌキ選手と、はい、こちらトキド選手のジャパニーズ対決。
desperately to get that last hit in, and he kills Nuki with the low jab. Fighters ready. Engage. That's good. Fireball super on Tokido. Nuki pressuring Tokido. Fireball miss. Tokido misses a super. Tokido can kill Nuki because he has two bars. Match point, Nuki. Tokido. Go for a super. Walk up, grab that, stop it. Nuki can still win, he has 2 meters. Parry the universal overhead, misses the grab too early. Parries the fierce, low four super Nuki. Oh, and Nuki is our champion. You